家から今の住所がバレることもありますよ。そうですか。そうです。春田さんは顔も家も SNS に晒しすぎ、好きだらけですよ。何やってんだよ。え？え？あ、すいません、ちょっと急用が。すいません。はい。どうしたんですか？美容院行きました？何ですかこれは。ああ、見ました。びっくりですよね、こんな広かったなんて。俺がびっくりしたのは部屋を晒してることです。大丈夫ですよ、だってもう三浦さん家に引っ越してるじゃないですか。前の家から今の住所がバレることもありますよ。そうですか。そうです。春田さんは顔も家も SNS に晒しすぎ、好きだらけですよ。私のこと心配してくれてるんだなって。つくづく楽観的な人だなって。ひど。奥さんが可愛すぎて心配する人の気持ちも考えてくださいね。急に出れないで。ちょっと待って、カーテンないし外から丸見えです。見つかりたいんじゃなかったんですか？違います。じゃあ何？これは消す。消します。消します。だから待って。本当に待ってほしいんですか？会社の人が来ますって。あと20分もありますけど、ちょっと迷った。迷ってないです。どうしてこの人はこんなにド S なの？だって、え、もう見つかりたいのはそっちの方じゃないですか。三浦さんのエッチ、床が痛そうだからやめたんですけど。あ、やめたんですね。なんだ、なんか残念そうですね、春田さんのエッチ。違う、もうバカ。恥ずかしい。春田さんがしたいならしてもいいですよ。だから私はしたいなんて一言も。残念でした。私の旦那さんはこんなド S で、優しくてイケメンで。続きは後でね。とってもエッチで、でも私はまだ三浦さんの全てを知らない。